このレシピ、公式のアレンジレシピ、ニッチのアレンジレシピ、よいしょスーちゃんのラップ、よし、ニッチ、ニッチちゃん、アレンジレシピというものが、この世にはありふれておりますが、あ、あれだ、ねるねるねるねを、うん、なんかほうれん草につけて食うやつとか、え、いや、俺のあそういうね、なんか出来合いのものをあと自分なりにアレンジして食べてみようみたいなのがまあこのご時世流行ってるでしょうね。で、まあ公式も出してるんですよ。なるほど。その公式で出しているレシピなのか、俺が作ったレシピなのか、難しい、むずくね。いや、むずい。あ、むずい。なるほど。まあでも今日だからまずいのはないんだろうな。ねえ、ださっきほんとねる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 おひたしみたいなのはないよね。やばい、リアルに。これ全問正解した方、えっ、アレンジレシピの本出していいです。なんなんすか。大変やん。別に今も出していいんじゃないの。それではやっていきましょう。はい、じゃあ今日あれだ、目隠ししなくていいんだ。しなくていいよ、普通に食事か。すごいいい匂いするよ。はいはい、上面はこちら。えっ、ご飯だ。うまそう、普通に。第1問は、日水6種の和惣菜を使った6種の和惣菜炊き込みご飯です。いただきます。ガチめに、いただきます。うーわ、これを全部使ってあります。あ、そうなんだ。美味しいからといって公式とは限らないもんね。ただ、日中が美味しいのを生んだんだ。いいですか。公式で存在すると思ったら、押す。俺の作ったアレンジレシピだと思ったら押さないで。うまい。考えてもらう。あ、うまそう。そのままいく。せーの。やべえ。いや、これニッチ考えてたらマジで天才だと思う。わざわざ 6種に分けてる惣菜のやつを1個全部まとめて炊いてくださいよって公式が言ってたら、いや、それは面白いでしょ。確かにね。味はもうめちゃくちゃうまい。これはもう多分どっちであれめっちゃうまいんだけど、確かに。うわ、変えたいな。全部違う気がしてきた。だってこれ全部ないと割合がおかしくなっちゃうもんね。いや、1個だけ余ったの入れたとこでめちゃくちゃ薄いわけじゃない。一応あの白だしで炊きます。さあ、ベースでしょ。そうですけど、でも一応全部入れてるんですよね。今回は全部。はい、なるほど。うわ、確かにそうかも。うまさに惑わされてる。いや、そうか。どっちでも納得できる。いいですか。うん、正解はニッチのレシピです。しゃー、マジか。しゃー、ニッチさん。いや、すごい。うまいけどね。そうだわ、確かに言われてみれば。味で判断はつかない。いや、でもうまいよ、普通に。すごい、普通に。もう食事も大丈夫。みんな。みんな全部。一旦食わして。昼飯に。うまかったです。どれ好き？一番好きなの。せーの。うわー、だよな。切り干し大根の煮付け。めっちゃ好きやね。わかる。出しちゃうよ、本。一回も作ったことないレシピ本とか出そうかな。全部想像だけで書いといて。書店じゃなくて、うちを物販で出そうかな。いきまーす。はい。うわー、これどっち？スナックでしょ。うわー、これはむずい。ベイビースターだ、ベイビースター。ベビースターラーメンを使った、パリパリネギマヨ唐揚げ。うわー、やばい、やりそう。いただきます。まあ、美味しいに決まってんだよね、こんなの。まあそうだよね。うんうんうん。まあこのベビースターのね、食感、あ、ありがとう。ああ。いや、これはいい問題だわ。でもあるもんね、パリパリ。パリパリサラダみたいな、ね。レシピって結構パリパリさせたがるよな。むずいね。悩むわ。一瞬でビジュアルあんま良くなかったもん。ただでも、これが本家だったら、レシピだとすごい綺麗に、まあそうだったりもするからね。はい、いいですか。はい、せーの。いや、むずいよ。いや、むずい。ネーミングがすごい、もう100点満点だから。いや、そう、ネーミングいいんだよな。ネギマヨをつけることでグッと引き締まってる。パリパリネギマヨってね。これが実際あったとして、本当にあるやつ。親が出してきた人引っかかる。大人のおやつ、おつまみだったら。ああ、そう、ああ、そうか。それだったらいいな。でも、そう、ありだけなしだな。あ、そう、鮭のあてっていう発想なかった。でも、それはあるかも。確かに。でも、やりそうだったよな、別に。全然、どこかで聞いたことあるようなレシピの名前だった。居酒屋メニューにやりそうだもんね。ほんとな。正解は、公式レシピです。うわー、やっ
ってるわ、おやつカンパニー。やってるな、これ。すごいわ。グッとあるな。グッとあるな。あるって言われたらグッとある。いやー、同じじゃん。ビジュアル。じゃあ次持ってきます。やるじゃん。普通にこのクイズ結構成り立ったらすごくない？ね、毎回。いやー、やっぱお菓子むずいな。知ってる？豚麺もおやつカンパニーじゃん。最近名前決まったらしいぜ、あのキャラ。マジ？豚麺。あのキャラ、あの豚のキャラ。名前なんだろう？麺だ。ああ。麺吉。あ、麺吉ありそう。麺吉。麺蔵。麺蔵。違う、全然違う。豚麺くん。まあ、はい。なんじゃこりゃ。なんだこれ。ロッテ雪見大福ピーナッツ雪見バーガーです。あ、うわー。シャレてんだでも。いただきます。うんまっ。ちょっと待ってもう食えない。決まりましたか。はい、はい、せーの。おお、どうする、出してから。いやー、いやなんか食った瞬間のファーストインパクトが、うんうん、まあ悪いけど、なんか雪見大福よりピーナッツバターが強すぎる。あー、俺パンがな。そう、パンを準備してくださいって何言ってるの。ねえねえねえ、雪見大福冬しか売らないわけ。こだわり強い商品をこんなことするかねっていう。このガチのバンズと組み合わせるってどこで手に入れんのみたいな。食パンとかあったらね。そう、まだね。美味しいけどね、めっちゃ美味しい。うまい。正解は公式レシピ。やりみ大福。これはやりみ大福。これはマジでやりみ大福。マジじゃん。ご当地レシピ千葉県やんけ。お前んとこの県の47都道府県の中。あ、そういう企画なんだ。あ、だからピーナッツ、そういうこと。なるほどね。お前んとこかい。ガチガチの標準レシピっていうのは企画だもんね、その47。そうだね。うわ、そういうのもあるのね。どう、お前それ千葉のものとして別に食い切らないといけない。じゃあ次持ってきますね。だいぶ高カロリーよ、餅とパンって。はい、次はこちらです。うわっ、あ、うまそう。うーわ、なにこれ、どれだ。ハウスガパオソースを使ったとろーりチーズのガパオトースト。出た出た、ネーミング。とろーりチーズ、ローリでしょ。ローリだよね。これこれ、まあ 140% うまいのは確定してるよね。そうだね。いや、これ嫌いなやついないでしょ。いただきます。いただきます。うん、うますぎよ。うまっ。マジか。すごく美味しいです。リアルうめえ。なんて言うんだろう、隙がない。レシピとして隙がない。決まりました。うわ、ちょっと待って、これくそまずい。だって別に違いまーす。でも、うん、いやーね。せーの。はーい、はーい。やったー。公式と見せかけた、見せかけたはニッチレシピだと思うんだ。まあね、そうだよね。そうそうそう。タイトルがやっぱガパオソースなの。ソースってことは何かしらの用途があるよみたいな話なわけじゃないですか。その用途の示しとして一応公式が出してる見解。ソースだからこんなアレンジもあるよじゃないけど。こういうのあったじゃん、だって現にこのさ。いや、確かに。もうちょっとオリジナリティ。ね。いや、でもニッチが今ここで出してきた意味を。なるほど。正解は、はい、ニッチのレシピです。やったこれだ。別のアレンジレシピからちょっと着想を得て、だから食パンとかのアレンジレシピ。その中はボンカレーの。ほらほら、カレーなのよ。カレーで、やっぱりカレーなのよ。こう来るやつのかな。いや、こう行けばこので、その後垂れてきた。喋ってないのに僕もくとめちゃうし。どうしたの、奪われるわけじゃないんだから。さ、今ここで君が全部失ったこいつら喋ってるから食っちゃおうみたいな、やめて。よし、でもよかった。ボリューミーだよね、だいぶ。うん、いや、すごいわ、これ作れんの。まだ開けないでもらって。どれ？どんどんのどん兵衛だ。あと5秒待ってください。厳しい。なんでそんなシビアなの。はい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 、どうぞ。はい、いただきます。最終問題は、日清のどん兵衛を使った、こちら10分どん兵衛。なるほど。ふにゃふにゃみたいなこと。本題は5分のところを。なるほど、だから長いのか。こんなどん兵衛は5分でできるんですけど。あやぶわー。よし。元のを忘れてるわ。しばらく食わなすぎて。まあ、確かになんかその
水分多く含んでるカモナカンは確かに長いってことだからね。それだけだもんね。いやちょっとなんかどん兵衛もふざけるなげずねさなげずねさってあるもんね。源さんと吉岡里帆さんの役を子供やってるなげずねさって言ってね。いやいやいやマジマジマジ。はい決まりましたか。はい、それではせーの。あ、ちょっと待ってごめん。いやいい、いや全然全然いいんだけど。せーの。いやいや、ほんとほんと、そうそうそう、おふざけで、あの、公式が10分言うのがないのじゃん。いやーっていう語呂の良さ、好きそうだなって、このニッチがありそうっちゃありそうだけどね。多分、どん兵衛じゃないみたいな。いや、どん兵衛が、その、だからそうそう、どん兵衛は5分って言ってるからこそのっていう、俺のさ、シャンソータイムはめっちゃ食事タイムじゃない。公式じゃなくて、なるほどニッチが考えたっていうか、意外と世にあったみたいなことだと思う。こうするとうまいよ、おすすめだよっていう。わかんない、でもな、45周年だもんね。45年目で気づいたってこともあるよね。だから、全然あり得るから。ないが正解だったら、俺は出版できる。そう可能性ない。俺はない。俺はない。もし公式だったら千葉が出せます。正解は頼む公式レシピです。トモヤンです。小柳です。ミッキーです。ガンボです。夕闇にいざない漆黒のエンジェル。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。ふざけたか。はい。どん兵衛にお湯入れて5分で完成するところを倍の10分待ってみる。以上完成。夢中はやな。日本そばがいい。